アップヘッドはカナダのインディーゲームデベロッパーストゥディオモアにより開発された 2D アクションシューティングゲーム。ストーリー展開はオリジナルなものであるが、全体的には1930年代を中心とするアメリカンアニメーションの黄金時代のアニメーション映画をモチーフとしており、ギャグ、絵本などの要素も取り入れられている。本作は2017年9月29日より、 マイクロソフトウィンドウズ10と x b o x One 向けにリリースされた。レトロで可愛らしい絵柄の反面、難易度が高いことで人気を博し、発売から2週間で100万本以上売り上げ、2017年12月までの販売数は200万本、2019年9月末には500万本を超えたと発表された。2018年10月19日には MacOS 版が発売。 2019年4月18日には、任天堂スウィッチ版が発売され合わせて、多機種でも日本語に対応。2020年7月29日には、プレイステーション4版が発売された。スタジオ MDHR は2020年7月時点での、世界累計販売本数が600万本を超えたと、発表した。本作は、カップ頭の兄弟である二人の少年、カップヘッドとマグマグを、 主人公としており、プレイヤーはカップヘッドたちを操作し、ゲームを進む。グラフィックスは1930年代のアニメーション映画をイメージしており、手書き手塗りの作風、コミカルで激しく動くキャラクターたち、豊かでユーモラスなキャラクターの表情の他に、黄ばんだフィルムにかかった埃りやシみなどの模様、映写機から発した独特なノイズ音ジャス ブルース風などの BGM や挿入歌を使用するような工夫も施される。ゲーム全体は、インクウェルシマイ3よびインクウェルヘルの4つのエリアに分けられ、ステージはマップ上の様々な場所に分布している。ステージは、ボス戦だけのボスステージ、ザコキャラとゴールドコインが多数存在する、ランガンステージおよび聖杯を狙うお化けを撃退して必殺技を獲得する。 霊秒ステージの3種類が存在し、さらに、ボスステージの中には、地上ステージと飛行機ステージの2種類がある。ステージクリアにより橋などの通路が出現し、マップ上での移動範囲が広くなり、1エリア内の霊秒ステージ以外の全てのステージをクリアしないと次のエリアに進むことはできない。霊秒ステージ以外をクリアするときに、ゲーム時間、 残り HP などのデータおよびランク評価が表示され、最終ボスのデビルとの対決の前提である、魂の契約書をもらえる。マップ上には、様々なキャラクターがあり、彼らとの会話などによりヒントや、ゴールドコインなどを獲得することができる。また、各エリア内に、ポークリンド雑貨店があり、そこで、ゴールドコインを使い、様々なアイテムを購入することができる。 購入したアイテムを装備することにより HP が増えたり様々な形態の弾を発射することができる。弾を発射する以外にピンク色のものを踏み台ジャンプして打ち消すパリーというアクションがある。パリーを成功させると必殺技ゲージのカードが溜まりそれを使って様々な必殺技を発動することができる。全体的にボスステージが約ントを占めその中 許容密数が少ない上に敵からの攻撃が密集しているため難易度が高いゲームとみなされる。ボスたちは体力の下落に伴い第2、第3の形態へ次々と変身し攻撃の仕方も変わる。大半のボスステージでは難易度について1周目に各ステージにシンプルとレギュラーの2種類があり2周目以降はエキスパートを選択することもできる。ただし シンプルを選択する場合は、ステージクリアしても、魂の契約書をもらうことができない。プレイヤーは、基本的にステージごとに HP を3持ち、残存量は、左下と右下に表示される。ステージ内の回復や、中間再開ポイントは、一切なく、HP が尽きて死亡した場合は、ステージの最初からやり直しになる。リトライダイアログでは、敵キャラの一言と、 各プレイヤーの進捗状況が表示される。なお、二人プレイの場合は、片方だけが死亡しても、継続となり、一定の時間内なら、生存しているプレイヤーがパリーを行うと、HP1 の状態で復活させることもできる。同じステージで何度死んでも次のステージの体力値に影響することはない。本作のキャッチコピーは、Don't Deal with the Devil。エンディングには、 デビルとの決戦があるハッピーエンドとデビルとの決戦がないバッドエンドの2種類があり最終ステージ冒頭のプレイヤーの選択により分かれる本作のダウンロードコンテンツザ・デリシャスラストコースが2021年に配信予定本作はカナダ人の兄弟チャド・モルデンハワーとジャレット・モルデンハワーによるゲームデベロッパースタジオ MDHR の最初の作品であり アニメーション効果を制作したときは、ジェイク・クラークも参加した。2010年頃から、オークビル及びレジャイナにある、兄弟それぞれの家で、ユニティ上で開発され始めた。本作は、フライシャーとウォルト・ディズニーのアニメ映画及び、アブ・アイ・ワークス、グリム・ナットウイク・ウィック、ビラード・ボースキーらのアニメーターから影響を受けている。チャドは、フライシャー・スタジオを、自分のアートスタイルの自北極と評価しており、 特に同スタジオの破壊的かつ超現実主義的な要素を追求している。モルデンハウアー兄弟は少年時代にデジャイナの家で VHS などで1930年代のカートゥーンを多く見たことがあった。二人はこれに着想を得、2000年に本作に似たようなゲームを開発しようとしたが、必要なツールがないため続けなかった。しかし、2010年にリリースされた。 スーパーミートボーイの大成功を受け、二人は再び挑戦し始めた。カップヘッドの原型は1936年の日本のアニメ映画、おもちゃ箱シリーズ第3話、絵本1936年に登場したウスの頭を持ち、戦車に変身した男に由来すると思われる。モルゲンハウアー兄弟によると、彼らはこのキャラクターに奇妙な感じを覚え、 これだとこのアニメを熱心に研究した。カップ頭の主役を決めた前に、二人はシルクハットを被るカップ頭、皿の頭やフォーク頭などを含め、約150種類のキャラクターを作り出し、その中から選ぼうと言われる。本作のアニメーション技法は1930年代のアニメ映画そのものに告示しており、アニメーションのフレームレートも 24fps とされているが、 ゲームプレイのフレームレートは 60fps である。兄弟のうち、チャドは過去にグラフィックデザイナーの仕事をしたことがあるので、彼は手作業でこのゲームのアニメーションと水彩画風の背景を描き、そしてアドビフォトショップで色付けをした。一方、ジャレットは主に作画以外の部分に取り組むが、チャドとゲームプレイのデザインについて議論することはよくある。また、 兄弟はスタジオを立ち上げた後、ルーマニアからゲームクリエイター、ブルックリンからアニメーターをそれぞれ一人雇った。そして1930年代に開発されることを彷彿させるために地元のオンタリオの一人のジャズミュージシャンの曲をアナログ方式で録音した。モルデンハウアー兄弟によると本作はプロットよりもゲームプレイに重点を置かれたため難しい。 レトロゲームのコアを有している。キルスクリーンは本作のクリエイターたちをアニメーション、裏ラウザ、あたり判定というシューティングゲームの基本原理に執着していると評価した。開発プロセスにおいては開発者たちは足場の端でのゲームプレイがどのように進めることやプレイヤーがミスをした後の無敵時間の長さなど多くのゲームプレイ要素に対して改定を行った。また、 クリエイターたちはステージに3つの難易度設定を可能にし、さらに伝統的な DID なプロットを放棄し、カップヘッド自分自身がすべてのトラブルを起こすようなストーリー展開にした。本作は将来、ボス戦の数を30以上にする計画があり、現在のギネス世界記録に記載される1つのシューティングゲーム内にあるボス戦の数である25を破ろうとしている。なお、 限られた人数と資金でゲームの制作とビジュアルデザインを完成させるのはスティディオモアの最大の課題であったため、モルゲンハウアー兄弟は自分たちの家を抵当に入れ、融資を受けたこともあった。映画、ゲームなどのレビューサイトであるメトクリティックによると、本作は主にポジティブな評価を受けていることが分かっている。また、いくつのメディアからも本作の難しさが伺える。 カップヘッド、ザ、デリシャスラストコースに関するカテゴリー。ありがとうございます。